さあ、いよいよレガシー新挑戦者決定戦、まずは準々決勝が開始となります。さあ、まずはエルドラージの陣営からダジャミミック、うん、チャリススタートではない。これはまあ奇跡視点で言うととりあえず一安心です、ね、なるほどですね。週末を、うん、見えますね。積み込めそうですね。土地が特殊地形が多そうなので、うん、エルドラージ側がテンポよくクリーチャー並べながら不毛の大地をしていくような展開になるとかなり速やかにゲームが終わってしまいそうな気配もしますね。ウビンの目から強いですね。これは強い。エルドラージの非常に強い動きですね。ここで難題の原者、うん、あ、なるほど。さあ2ターン目に議会の採決か。4位を出しつつ、これ小林さんの手札にある総裁が、うん、このデッキにおいての非常にキーカードではあるんですけれども、うん、対エルドラージにはほとんど効かないカードなので、うん、不要牌を引いてしまっているっていうのもなかなか厳しい状態ですね、うん。ここで4-4になったエルドラージミミックでアタックと。早いですね。早いですよね。さっき週末を積み込んでいたから、うん、それがうまく機能するかどうか。あ、スマッシャーも引きましたね。なるほど。これハイパードブンってやつじゃないですか。これはハイパードブンですか。チャリスじゃなかっただけマシかもしれないですけど。ここで減速濁物、これを、おお、これで全然話変わりましたね。なるほど。もうこのまま通ってたらもうゲームエンドって感じだったんですけど、うん、ここで見事に、うん、渦巻く知識からの終末を決めたと。テンポも取ってアドバンテージも1対3交換なんで、これで武田さんの手札が、うん、3枚ぐらいになっちゃったのかな。これはかなり辰巳選手いいところでさばききったと。そうですね。ですかね。ここからまあ速やかに返しにメンターを出せたりすると全然もうかなり青白い奇跡側の有利になりそうですね。先ほどおっしゃっていたですね、そうプロ、うん、ただメンターは手札にはなさそうですね、うん。ホンダかな、うんうん。さあ、うんうん、見えてるのが対抗呪文、そして予報ボルカニックアイランドと、うんうんうん、まだ相手の 場に魂の洞窟が出ていないので、うん、対抗呪文も結構またスマッシャーとかをカウンターできるとかなり強いんですが。なるほど。対抗呪文構えつつターンエンドです。武田さんの手札が見えないけど何を持ってるだろう。さあ、そしてイニシエの墳墓セット。チャリスですね。現実を砕くものだそうですね。これチャリスを出してから現実を砕くものした方がソープロを避けれ、あ、そうしそうですね。カウンタースペース、そうですね。確かに週末これクリーチャーが墓地に行ってますね。ああ、本当だ。これはどうなんでしょうね。まああんまりゲームに影響はしないだろうけど、ちょっとこれは、ここからジャッジの裁定まだちょっと行けないのでどうなるかというところなんですが、トビレンソン、あ、ソープロ手札に持ってるけど打たなかったのかな。ライフが、あ、これから打つのかな。っていう予報、なるほど。手札を増やしてから、うん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 、
追行式ですね、うん、これは青白奇跡側がかなりうまくさばいている状態ですね、うん、ライフもまだ10あるので、え、武田さんの手札がもう土地しかない状態ですね、うん、ただこうやってゲームを伸ばしていってもウギンの目がやっぱ、はい、あるので、そこにたどり着いてしまうとこれがプレッシャーですよね。そうですね、どんどんウラモグが入ってるかどうかにも、まあ、そうですね、ウギンの目があるから、うん、メインにウラモグは入ってなさそうですね。ちょっと今伊藤さんが、ジャッジに、墓地のクリーチャーが、クリーチャーが墓地に行ってしまっていることを報告しに行っています。もう青白奇跡側は先ぶれを相手に打ちましたね。先ぶれの強いところは、相手に打てるので、盤面がもう膠着してしまったりとか自分が有利になった時に相手に打つと、うん、もう相手が反撃できないようになってしまうんですよね。1,2,3,4 ここでおそらく今正常にちょっと解決された感じですかね。そうですね、うん、トップにジッテとチャリスと忘却負けですね、まあ、実手はほとんど不要牌ですけれども、うん、そうですね、実手をシャッフルしましたね。なるほど、まあ、3枚中2枚がかなり有効牌だったので、うん、それであればということですかね、うん、ウギンの目を起動するためには今5マナしかないので、うん、まだ多少猶予はありますが、うん、あー、なるほどなるほど。なるほど、ここで再度この魔導士からフラッシュバックですが、うん、がどれも強いですね。これもし土地を上にしたとしても結局これで7マナに到達しちゃうんで、どれも引いてほしくない、まあ、クリーチャー1体だけならソープロできますけど、武田さんからするとお願いいいカード引かせてっていうだけですけど、うん、あ、これで果てしなきものか。さあこれでいくつですかね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 かな、10ですね。これ ウギンの目からも黒マナ出せばもう11増えます。あ、なるほどまああまりその11に意味はそんなにはないですね、うん、ここは仕組まれた爆薬で即座に除去と、うん、さらに今度はシアンですね、うん、あ、全部土地でしたね、うん、ね、早いとこメンターかジェイスにたどり着かないとゲームを終わらせることができないので、うん、なるほど。さあここでトップが裏切り者の都と、うん、これでウギンの目はけどできる。そうですね、そうですね、これでもしメインからなんだっけ、あれが入ってなければ 10マナのエルドラージラモグ、そうですね、ウラモグが入っていればかなり強かったんですけど、ウラモグメインに1枚タイマナイキがウラモグ入ってますね。あ、入ってます、入ってますね、あ、入ってますね。ウラモグかな、か忘却巻きで土地を伸ばしに行くか、か現実を砕くものでとっとと殴りに行くか。あ、ここはタイマナキが裏もですね、うん、選択しました。素直に一番強いカードに、うん、
相手のジェイスとかメンターとかをリムーブできちゃえばかなり強いんですけど、うん、今の盤面だと春章2枚かもしくは土地を縛りにというか破壊しに行く可能性もありますね、うん、そう魂の洞窟を加えて、うん、カウンターできない、うん、あの裏切り者の都からマナーが出ているので、これで、そうですね、ますね、で陣を 2枚タップしているということですね。春章を追放しましたね、うん、ここで渦巻く知識、仮に週末できたとしても、うん、またウギンの目から戻ってきてしまうので、そうですよね、非常にしたくないという状態ですね。ソープロはぜひしたいですけど、週末はなかなか、やはりトップは週末、うん、そうですね、なんですが一応剣を月にが手札には1枚あると。あ、なるほどですね。奇跡側は早く勝ちに行きたいけれども、うん、ソープロを当てることによって10点ゲインされてしまうので、うんうん、またちょっと遠くなってしまいましたね。そうですね。現在優勢度でいうとどんな感じでしょうか。やはりちょっと小林さんが厳しいですかね。今はちょっとどちらとも言えないですね、うん、そのエルドラジ側がウギンを出し、あ、ウギンじゃない、ウラモグを出して優勢かなとは思ったんですけれども、うん、こうやってソープロされてしまったので、うん、また五分五分ぐらいに戻ったなという印象ですね。とは言っても小林さん側が何か引けないとこのままじわじわとエルドラージ側の優勢になりますね。基本的にレガシーって青が非常に強いと言われてるんですけれども、うん、やっぱりそれはこのブレインストーム、渦巻く知識があることによってその事故が起こりにくかったり、ムラがなく動けるっていうところがあって、うん、で基本的にはこういうエルドラージみたいな青じゃないこの攻めるデッキっていうのはムラが多いはずではあるんですけれども、うん、このウギンの目があることによって土地を引きすぎても大丈夫っていうのが非常に強い。ここで忘却巻き、あ、虎の子のソープロが消えてしまう。土地はめくれませんでしたがかなり濃厚な4枚が消えてしまいましたね。出てくるボディも全然馬鹿にできないので、うん、ここで魂の洞窟から決めましたね、うん、週末ケアするっていう手もあったとは思うんですけれども、うん、忘却巻きの強いところは、うん、そのブレインストームとかポンダーで積み込んだ週末を4枚こうリムーブすることによって積み込ませなくするっていうのが強いんですよね。さあこの現地を砕くものは通って5点、さあここでジェイスを引きましたが、これはどうでしょう。ジェイス、そうですね、もう勝ちに行くしかないで、うん、もうジェイスの奥義を狙いに行きたいところでありますが、うん、6マナ使っちゃったのでまた次のターン、うん、そうすると、うん、またこれがエルドラージ側が奇跡に有利と言われるゆえんでもあるんですけれども、うん、現実を砕くものが速攻を持っているのでジェイスがなかなか場持ちしないっていうのがあるんですよね、うん、
小林さんこれジェイス出したいでしょうけれども、うん、結局銀の目からまたなんだ、現実を砕くものを持ってこられてしまうだろうというところで出しにくいですね、うん、週末で一旦場面は空になっている状態ですがジェイスここでジェイスですね。基本的にこのサラチにジェイスっていうのはめちゃくちゃ強いはず。でもメンター引きましたね。引きましたね、うん、これで盤面作っていければ、これが間に合うのかと、うん、ってとこですかね。逆に言うと武田さんはこれからこう現実を砕くものもしくは何かしらのクリーチャーでどんどん展開できるかどうかっていうところですね、うん、ここでソイノ同士これでスマッシャー持ってくるとブロックしないと死んじゃうのでメンターがジャンプブロックっていうのも悲しいですね。結構ソープロも週末ももうかなり使っちゃったので、うん、ほとんど残ってないですよねライブラリーに。さあそして武田選手側はもう毎ターンエドラジが引き入れられると、うん、そうですね、うん、しかもカウンターできない、うん、魂の洞窟から再度原則毒物、うん、しかも裏切者の都を引いているので、うん、このターンウギンの目起動できますね。起動しながら現実を砕く、なるほど、もうこうなると手つけられないですね、うん、あ、ブレストか。ただこれチャンプブロックという形になってしまうので、うん、それにせよ厳しい。そうですね、そうですね。また週末が見つかったので、うん、一旦また盤面をさらちにすることはできるとは思いますけれども、うん、また浮きの目から戻ってきてしまうので、うん、かなり武田さん優勢に見えますね、うん、ているのはトークンでブロックしても死んじゃうから、あ、2体ブロック して違うのは2体ブロックするのかな、するとなるほど2体ブロック、うん、あ、まあ、結局週末するから1点取り得ですかね、うん、それで小林選手ライフが2ですね。あ、武田さんのリストにあの日本語名忘れちゃったんですけど、ワーピングウェール、うんうんうん、入ってないんですね。あれ週末消せるから、はい、週末を消せるからかなり強いんですが、うんうん、まあもうこうなってしまうといらないですね。なるほど。もしかしたらエンドに1-1出して2点削っちゃうんじゃないかなとか思ったんですけど。さあここで小林選手が投了とですね、うん、1本目は武田選手が選手しました。ヘルドラ強いですね。強いですね。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いちょっとね本日あの川北選手が、最初ちょっと都合がつかなかったということで、うん、じゃあ選手に特別にお越しいただいていると形になりますね。準々決勝2本目に入ります。小林さんのハンドに J
血止めの月や罠の橋はなさそう、うん、さあお互いノーマリガンでスタートですかね。小林選手1ターン目から先ぶれを使用してますね。これやっぱりメインと同じく序盤は虚空の杯がいかに通るか通らないかっていうところに焦点が当たるので、小林さんのハンドにその虚空の杯に触れるようなカードがあるかないかっていうのが非常に大きいんですね。サイドボードのお話にはなってくるんですけれども、はい、よく放送ビル、はい、石の力ですね、これはサイドアウトされることがまあ多いとも聞くんですけれども、うんうん、このマッチアップではサイドインサイドアウトせずに入れたままと。そうですね、 なぜかというとこういう絶対に消さなきゃいけないカードがあるので、うん、なるほど、まあ、そんなに絶対に入れたいわけではないけど入れざるを得ないというところですね、うん、なるほど、うん、おそらくこのフォースオービルしか国の杯に対応できるカードがないので、うん、で上土地土地なんですけれどもしょうがなく手札に加えたっていうような感じに見えますね。うん、なるほどなるほど。さあここで銀の目からダージョミミック手なき物と、うんうんうん、なかなか強気ですね武田さん。その基本的にはと言いますと、はい、週末をケアして、うん、エルドラージって一体一体が大きいので、うん、こう一体ずつ順番に出していって相手がこう倒れるのを待つみたいなプレイングをされる方も結構いるんですけど、なるほどなるほど、武田さんはこうガシガシと1ターン目から出していますね、うん、ここさあここで先ほど千田さんがおっしゃっていたここの杯ですね。これはもうおおむねカウンターしてくる。そうですね、うん、あ、さあ機械の採血を引いたから、まあ、ウィルしなくてもいいですね。なるほど、あ、おっしゃる通りでここは採血でする方を選んだと、うん、手札にメンターがあるので、うん、メンターで場を作ってしまえば地上のクリーチャーは止まってしまうので、さ先にそういうの同士から出していきましたね、うんうんうん、これでスマッシャーか難題の予見者あたりが出てもウィルしてトークンを生むというような作戦じゃないでしょうか、うん、なるほど。さあまさにスマッシャー現実を砕くものが出てきましたが、スマッシャーだけはトランプルがあるのでメンターでも抑えきれないんですね。ここはカウンターしたいところだと思うんですが、そうですね、どうですかね。小林さんがもし週末を持っている、あ、でもしましたね、うん、ここは精神を刻むのジェイスをリムーブしてカウンター。そこで武田選手はターンエンドですね。これはかなり理想的な展開と言ってもいいんでしょうか。そうですね、罠の橋とかが出ていなくてもこうやってメンターがトークン出してしまえば盤面固まってしまうので、うん、なるほど、これは小林さん側がかなり有利に見えますね。ちゃんとチャリスもさばいて、こうなると武田さん側は、まあ、現実を砕くものを連打するか、うん、もしくはそうですね、あ、全ては塵が1枚入っているので、うんうん、それでそういう重いカードしか対抗する術がないですね。さあここで魂の洞窟して現実を砕くものを連打してきましたね、はい、まあ、合計チャリスをどかせたので、うん、小林さんのハンドにあるソープロでこれちょっとしゃくられちゃうんじゃないのかな、うん、現実を砕くものをソープロしてトークンでブロックしてしまえば果てしなきものがを取りつつ、まあ、しゃくられていてもあれですね、現実を砕くものにソープロを当てるときにアンディスカードしなきゃいけないので、うん、アドバンテージ的には、さあ週末ここで週末を捨てつつ
釣り魚好きに追っていくとメンターで押し切るプランですね。さあここで打ち去っていくと、さっきのゲームみたいにウギンの目を起動したりプラモグを出すにはちょっと武田さん側はまだ土地が足りないので、うん、その前にメンターが押し切ってしまいそうな雰囲気がありますね、うん、先ほどと違うのはこのソイノ同士があるから黒が用意できているとですね、うん、でブレインストームかな、ここからドロソが続くともうメンターはすごいことになりますから、ね、なるほど、最近あのヴィンテージでも制限になりましたね、うん、レガシードが4枚使えてしまうと。そうですね、ですね、血止め物月も引きましたね。おっとここで出すと自分もかなり苦しい状態にはなりますが、はい、もう蓋をするという意味では出しちゃってもいいかもしれないですね。すると全ての塵とかも全然打ってる状況じゃ全然なくなっちゃうので、まあ、そうですね、ここで全ての塵が出てしまうとかなりやはりもう厳しいわけですから。そうですね、ちょっと大きいのがですね、あの血止めの月はエルドラージに基本的には強いんですけれども、うん、あのグリムモノリス、厳かなモノリスが入っているパターンのエルドラージだとそこから無色マナが出せるので月効かないっていうこともあり得るんですが、うん、武田さんはちょっとそれが入っていないようなので月は結構ぶっ刺さりっていう感じですね。さあここでやはり血止めの月を出してきて、武田さんの特殊地形、そして小林さんの特殊地形も全て山になってしまうと、うん、あ、でも武田さんそうか、ライフ2、あ、13ですね、うん、うんうんうん、まあ、小林さんがもう手札何もないので、果敢をしていけなければまだゲームは、うん、こうなると忘却巻きで土地を集めていかないと、なるほど、全然マナも伸びないし、この11トークすべてが果敢を持っていると、あ、ドロソ引いてきますね、これはかなりジェイスも引く、でも島が1枚しかないですね、まさに捨て身の血止めの月ですよね。そうですね、まあ、勝ってしまえば問題ないというところでもうガシガシ殴りに行きますね、うん、さあ22が4体と33が1体と、さあこれはスルーしましたね、全てダメですね。さあここで投了と、うん、さあ勝負は1-1と、これは青白奇跡のやりたいことがすんなりできたっていう感じですね。なるほど、はい、チャリスをさばいて、うん、メンターを早いターンに出して押し切る、さあ3本目武田選手の先手でスタートします。チャリスありますね、うん、対する小林選手には放送ビル、意志の力がないと、うん、が摩耗があるので、うん、チャリスはさばける、なるほど、これはキープですね。さあ裏切り者の都から、うん、国の差がつき、チャリスは出たが裏切り者の都なのでなかなか後に続くかどうかっていうのが、そうですね、難題の予見者かな、2マナ出して難題の予見者、これで魔紋を取り除けると、これはあ取りましたね。そうですね、ブレインストームも今チャリス出ちゃってるので打てないので、スパイクスが魔術沿岸鏡ですね、神地髄の針と呼ばれる、あーなるほど、奇跡側にも入ってるんですね、うん、これでウギンの目を止めたいんでしょうね。なるほど、さあしかしこの状況はどうでしょう、土屋選手。そうですね、もう
摩耗さえ打てればなんとかなるかもっていうところだったんですけれども、うん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 、これで取り除かれちまいますとブレインストーム打てないので手札の週末腐ってもう、うん、ダメダメ。ここは当然そうですね、摩耗損耗が取り除かれると。いきなり窮地に落ちてしまった小林選手ですが、そしてここからつながるドローソースもやはりこの虚空の杯でくじられていると。そうですね、もう直接また摩耗損耗とか機械の採血を引いてくればまた違うかもしれないですけれども、そうこうしている間にクリーチャーもまた並んできますね。作り変えるもの手札に2枚週末があるということは、週末が何枚入ってるのかな。週末が、3枚ですね。3枚ということはライブラリーにもう1枚しか、もうまさしく奇跡のナチュラル。そうですね、1枚を引かないとこの盤面返せないですし、うん、さあ7点でかい打点がさらに作り変えるもの追加出しますね。そうですよね、もうこの盤面になると、うん、さあここで週末ならず。ああ、ここで投了。はい、というわけでレアシー新挑戦者決定戦準々決勝放送卓は、武田博樹選手の勝利となりました。おめでとうございます。おめでとうございます。